Yo no salgo de eso. Eccoci, canna. Kyokai, sashiburi no kyokai. Ma kino, kino no kyokai. Konnichiwa, kirei da ne. Atode o mizu agemasu. Mukanshin kono hito tachi bakuhatsu kiko. Kikoe nakatta. Kochi mo mada haere nai, nande da no. Nani mo nai ne, kono kyokai. Yoshi, susumu. Doko, kochi. Nanda, machi dette iru ka? Kochi ka? Mada derare nai. Wakara nai. Doko iku? Kochi kana? Derareru? Kochi janai. Nimmu wakaran. Kore wa nani kono te? So ka, ichi. Cloud no doko ka de warui camera angle no koto kana kono te. Cloud doko. Sochi toyu imi kana. So ka, kono minikui tokoro de Cloud wa doko toyu imi kana. Nani mo nai. Doko iku? Kochi janai. Kochi dame ka? Ja doko ka? Ano machi ka? Modoru ka? Kochi janai. Ja, kochi janai nara doko da? Doko no, doko ni, sunda. Watashi sunda ka? Wakaran. Doko iku? Shinra no basho ga. Soka, ano tokoro, Shinra toyu gamen tenmatsu. Ano tenmatsu de Shinra yomeru. Sochi haireru kana? Sore wa Shinra no honsha ka? このテントみたいなところ入らない。何？どこだ？足毛にするか。足毛にする。彼は人を足毛にしても自分の利益を得ようとします。足かせになる。足かせになる。じゃあもう一度この神羅の場所見ようか。こっちか。入れる。入れない。わからん。か、わからん。ああ、こっちも行ける。ああ、そう、エリスの家か。家、この家、お母さんに挨拶。さあ、これか。クラウドだったね。エリスのことだろ。すまない。神羅にさらわれた。知っているよ。ここから連れて行かれたからね。ここで、エーリスが望んだことだよ。どうしてエーリスは神羅に狙われるんだ？エーリスは古代種、古代種これ。古代種の生き残りなんだとさ。なんだとさ。だって、あんた母親だろ？本当の母親じゃないんだよ。あれはそう、15年前。戦争中でね。私の夫は戦地に行ってた。部隊
という遠い国さ。よし、フラッシュバックの時間。ある日、休暇で帰ってくるって、手紙をもらったから、私は駅まで迎えに行ったのさ。この電車。なんであの人たち同じ都市だろう。なんだあの灯台、灯台じゃない。ランプポストなんだ。はい、フラッシュバック。キスキス。キスキスか。チューチュー。それは女か。あ、デブさん。これはあの薬や。女、強いだろう。逆の方がいいだろう。なんで女。運んだ。運んでぐるぐるしたあのデブ。重いすぎるだろう。夫は帰ってこなかった。オスカ。夫の身に何かあったんだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。それから私は毎日駅へ行ったんだ。ある日、誰？エリス。エリスのお母さんかな。戦争中はよくある風景だったね。エリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。私の夫は帰らず、子供のもいない。私も寂しかったんだろうね。エリスを家に連れて帰ることにしたんだ。エリスはすぐに私に懐いてくれた。よく喋る子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの研究所みたいなところから母親と逃げ出したこと。お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかない。いろいろね。星に帰っただって。私には意味がわからなかったよ。夜空の星かって、聞いたら違う、この星だって言われて。まあ、いろんな意味で不思議な子供だったね。お母さん。泣かないでね。エリスが突然言い出した。何があったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけになってお母さんに会いに来たけど、でも星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でも、それから何日かして、夫が戦死したという知らせが届いたんだ。とまあ、こんな具合でね、いろいろあったけど、
私たちは幸せだった。ところがある日、ショーン、エリスを返してほしいのです。ずいぶん探しました。いや、絶対いや。エリス、君は大切な子供なんだ。君は特別な血を引いている。君の本当のお母さんの血、古代種の血だ。もちろん聞いたよ。古代種ってなんだってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。エリスはこの貧しいスラムの人々に幸福を与えることができるのです。ですから我々シンラカンパニーはぜひともエリスの協力を。違うもん。エリス、古代種なんかじゃねえもん。でもエリス、君は時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことないもん。ねえ、プンプン、プンプン。でも私には分かっていた。あの子の不思議な能力。一生懸命。隠そうとしていたから私は気がつかないふりをしていたけどね。よく何年も神羅から逃げ続けることができたな。神羅はエリスの協力が必要だったから。ああ、これ何？手新たな真似はできなかったんだろうね。じゃあ、今回はどうして？小さな女の子を連れてここに帰ってきたんだ。その途中で、ショーンのやつに見つかってしまったらしくてね、逃げ切れなかった。たんだろう、きっと。女の子の無事と引き換えに自分が神羅に行くことになったんだ。マリンだな。マリンのためにエリスは捕まったのか。すまない、すまねえ。マリンは俺の娘だ。すまねえ、本当に。あんたが父親かい？あんた娘をほったらかして何をやっているんだい？その話はやめてくれ。俺だって何度も考えたさ。俺が死んじまったらマリンはってな。でもよ、答えはでねえんだ。マリンといつも一緒にいたい。でもそれじゃ戦えない。戦わなければ星が死ぬ。おう、俺は戦うぜ。でもマリンが心配だ。いつでもそばに行ってやりたいな。ぐるぐる回っちまうんだ。わからないでもないけどね。まあとにかく2階で眠っているから会っておやりよ。うん、悪いか。私のせい、私がエリスを巻き込んだから。あんた気にするんじゃないよ。エリスだってそんな風に思っちゃいないよ。はあ、はあ、はあ、はあ。どうかな、終わりしましょうか。これはクラウドのベッド。ここでも群れるな。眠りたくない。じゃあ、お邪魔します。マリン、よかった。無事でよかった。父ちゃん、泣いちゃダメだよ。おひげ、痛いよ。ひげ痛いか。
Cloud. エリスを助けに行くんだろ。すっかり世話になっちまったからな。それに相手が死んだとなれば黙っちゃいられねえ。俺も行くぜ。あのね、エリスがね、いっぱい聞いてたよ。クラウってどんな人って、クラウのこと好きなんだよ、きっと。じゃあ、俺にはわからない。そうだといいな。ティーファには内緒にしといてあげるね。ね。ティーファには内緒に。じゃあ次の選択。鬼にはわからないよ。ドンカン。まあ、ドンカンにいいかな。ドンカン何？ドンカン。ああ、覚えた。ドンカン、気持ちわからない人だ。ドンカン、このクラウドのやつ。眠る。ああ、そう覚えた。ドンカン。そうか。無関心か。うん、前回服。パーティーいっぱいね。マリンない。ドンカーン。どんかんしようか。でもこのマリンはティーファに何か教えた方がいいだろう。そうだといいね。クラウドってどんな人ってクラウドのこと好きなんだよ、きっと。そうだといいな。ティーファには内緒にしといてあげるね。そうか、それこっちの方がいいだろう。みんな無事。いや、クラウド。ボロボロ。そうだな、このティファの選択 しましょう。ドンカンはちょっと、まあ、こっちの方がいい。ティファ知らせの、まあ、文章の方が長いから。ドンカンは一言。はあ、はあ、はあ、はあ。私のせい。気にするな。あの子悪い子だから、いつか捕まえた。当たり前だろ。エリスのところへ行くのね。ああ、私も行くから。神羅の本社に乗り込む覚悟が必要だぞ。分かってるわ。それに今は思いっきり身体を動かしたい気分なの。じっとしてるとなんかダメ。これはバレーか、バレー。すまねえか。もうしばらくマリンを預かってくれねえか。ああ、構わないよ。それからここは危険だ。どこかへ移った方がいい。そうだね。でも必ず迎えに来るんだよ。死んじゃいけないよ。よし、行こう。じゃあセーブしよう。死んだビルにはどうやって？もう上に行く列車は使えねえ。とりあえずウォールマーケットに行きましょう。あそこなら何かいい手が見つかるかもしれないわ。あ、ウォールマーケットどこだわからない。とりあえずセーブしよう。本物のセーブ作る。そして終わりしましょう。ウォールマーケットどこかわからない。次回見つけるね。よし、今日も終わりです。お疲れ様でした。